こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業、オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネス。まあ、これがね、えー、いよいよ、まあ、売れ行き良くなってきましたんで、まあ、その、えー、情報をシェアするのと、あとそれとね、えー、アマゾン輸出ってどれぐらい儲かるのか、まあ、その話をしたいと思います。まあ、何しろ、 アマゾンを使ったビジネスは結果が出るのが早いです。アマゾン自体がね、商品を売ればもうすぐ売れると。アマゾンで売って売れないものはずっと売れないというように分かりやすいところなんで、とりあえず商品を売ってみて、儲かる商品を見つけたら、あとはそれを売り続けるだけというシンプルさです。すで既にね、えー、もう以前からアマゾン質取り組んでる人の、これアメリカのアマゾンの売り上げですけど、 まあ30日間で34,454ドル。まあ、月380万円ぐらい。まあ、利益が約30%なんで、120万円弱と、この金額をね、一人で、まあ、マイペースで、まあ、1日にね、数時間、数時間と言っても5時間以下の数時間、まあ、これぐらいの働きで上げています。まあ、これが会員さんの実績ですね。で他にも30日間で22,157ドル。 30日間で14,167ドル。30日間で1539ドル。30日間で6,828ドルというようなね、金額を売り上げてます。全部外注使わない。自分で商品探したのを送るだけ。面倒なことは全部アマゾンがやってくれるというのでね。これがアメリカアマゾンの売り上げなんですけど、これからやっぱ一番稼ぎやすいのはね、オーストラリアアアマゾン。 で、オーストラリアアマゾンね、え、以前からやってる会員さんから、まあ、このね、え、1ヶ月ぐらい、ずっと塩漬けになっていた商品が立て続けに売れてると。最近アマゾンに何,何か変化ありましたかというね、質問をいただきました。ま、もともとオーストラリアってのはすごい大きな市場でね、で、オーストラリアアマゾンに取り組んでる人が、あれ思ったより売れないなと思ってんのはね、それをわざとね、えー、輸送なんかがボトルネックになるんで、 まあ、わざとアマゾンが、えー、システムの開発等を遅らせてると。あるいは、えー、募集広告等も打たずに、えー、利用者の増加もゆるや緩やかになっているようにしているというね、えー、事情がありますんで、まあ、ほっときゃどんどんね、えー、利用者増えてくるで。元々の市場規模としては、オーストラリアアマゾンは日本の7倍。3年後にはもう日本の7倍の規模になるというふうに予想されてますんでね。まあ、稼ぎやすくなるのは当然ですで。そのためのサポート。もうこれね、 あの半年間やって覚えたことをね、あとはもうそのまま続けてもらうだけ、でサポートを受け続けている場合はね、えー、最新の情報も流れますし、また商品とかね、返答で迷ったときには、えー、質問していただくことも可能ですけど、まあ、基本的にはもうやることは、ね、基本的なことは全部半年で覚えられると。まあ、なかなかこのね、えー、月100万以上稼ぐような、えー、スキルを半年で覚えられると。 いうような話はそうそうありませんしね。えーまあ、半年で覚えたので通用するほど、アマゾンというのが魅力的な市場だというのがあってね、えー、稼ぎやすい状態になってますんで、まあ、日本人、ね、厳しい未来が待っている日本人には、輸出で稼ぐスキルは必須ということでね、オーストラリアアマゾン、もういよいよ、えー、チャンス到来間近になってますんで、まずこのメールセミナークリックしてね、えー、無料で情報をお届けしますんで、こちらにメールアドレスと。 お名前をを記入ししてて登録するボタンを押してください今これ YouTube 動画で見てる方はね動画の説明欄に URL が貼ってありますんでそちらをクリックして無料メールセミナー登録してください Amazon 輸出は稼げますオーストラリア Amazon 出間もなく稼ぎやすいバブル発生の前兆が出てきてますんでね今年のホリデーシーズンあたりからかな,かなり楽しみですご登録お待ちしてます 以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。